ニュースエコーは IBC 岩手放送で放送している夕方のローカルニュース番組。1977年4月4日にスタートし、現在では IBC 及び岩手県内民放テレビ4局のローカル番組中では一番の長寿番組である。夕方のニュース番組においては、他県の JNN 系列局においては、テレポート、N スタといった、 キー曲 TBS テレビの番組に習ったタイトルを使用するつぼねが大勢を占める中、一度も中断せずに、面々と独自の看板を維持し続けている。テーマ曲やジングル等は、1980年代から音楽家の佐藤を進む点が一貫して作曲。当番組のテーマ曲を短縮、あるいはアレンジしたものを使用する、岩手日報、IBC ニュースと共に、2021年現在も、 使用中である。他県系列局の例に刺激されてか、1990年4月から1997年3月まで、土曜日も17時30分から放送したり、1999年10月から2001年9月まで、平日の深夜帯に、ダイジェスト放送を行ったこともある。OP 映像の右下に、最後、協力、岩手日報とクレジットされているが、岩手日報、 IBC ニュース同様、同社は番組内容にはあまり関与していない。地上デジタル放送の本放送開始と同時に、タイトルがのみハイビジョンとなったものの、本編のハイビジョン放送開始は2007年7月2日からとなった。すべて IBC アナメインキャスター金曜、メインキャスターサブキャスター、金曜サブキャスタースポーツキャスター1980年代後半には、 水曜日と金曜日にスポーツコーナーが設けられ、スポーツキャスターがいた。ありがとうございます。